本日は福岡の川屋家極店に来ました。こちらはですね、鶏皮の焼き鳥がね、有名なお店みたいなので、行ってみたいと思います。はい、こちらもですね、女と味噌汁のね、居酒屋さんに行ったね、後に来たんですけども、タクシーでだいたい10分ぐらいでしたね。はい、まずね、入るとですね、キャベツのお通しみたいのがね、出てきます。左上に、ね、鶏皮っていうのあるんですけども、1本120円で、ね、非常にね、コストパフォーマンスもいいですね。まずはね、レモンサーモンを注文して、1杯で飲んでから、焼き鳥を待ちたいと思います。こちらね、入るとまず最初に鶏皮のね、注文本数を聞かれるんで、最初に注文してから飲み物を頼むみたいなね、イメージです。こちらがね、皮ですね。よく見るとね、皮がね、こうぐるぐる巻きにねじれてね、ついてるんですけど、非常にね、これ皮なのにそんなにね、こう脂感を感じなくてめちゃめちゃ美味しいですね。はい、七味なんかもかけてもね、非常に合いますし、ちょうどね、適度なこの塩加減がね、かなりね、美味しいというかね、まあ、ずっと食べ続けられるって感じですね。でキャベツになんかドレッシングみたいなのもあるんで、かけて食べてもいいですし、焼き鳥と一緒に食べてもいいです。でね、追加でまた5本とかね、結局20本ぐらい食べたんですけど、もう噂通りね、めちゃめちゃ美味しくてね、何本でもいけます。でこちらはね、牛タンですね。はい。他のね、メニューもちょっと頼もうということでね、牛タン頼んだんですけども、これもね、お肉のね、歯ごたえがね、シャリシャリっていうかね、いい弾力でね、非常に、ね、美味しかったですよね。塩加減もバッチリでした。最初にね、お店に入った時は満席で入れなかったんですけど、こちら予約もできるみたいですね。でね、少し待ったら、入れたんで、まあ、ちょうどね、タイミングが良かったですね。で、鶏皮をね、またさらに、追加をしてですね、お酒も、ドンと飲んでですね、またね、次のお店に行きたいと思います。川屋行ってきました。めっちゃ美味しかったです。ぜひね、行ってみていただければなと思います。